ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、タイプ1の成長するために心がけること、どんなことをしていけば成長に結びつくかっていう話を紹介したいと思っております。タイプ1、今日はこちら の、 あのカレンウェブさん、あと鈴木秀子さんが訳された9つの性格タイプが分かるっていう本なんですけども、タイプ1、責任感が強くて、自分の理想があって、よくあの完全でありたい人なんて言われるタイプなんですけども、そんな方々いい時はとてもその賢明で論理的で自制心があって、建設的 で、 で穏やかな、融和タイプなので穏やかでっていうタイプなんですけども、この方々が疲れたりするんですかね、その完璧じゃない、疲れますよ、完璧求めるんで、自分もそうだし、周りもそうだ、でこの太鼓の方向に落ちていくと、タイプ4の、悪い面が出てくると、そのタイプ4、よくあの特別で、特別な存在であろうとする人なんて言われる人なんですけども、そのタイプ4の悪いとこ、かなり理想主義的な特徴が出てくると書かれていて、その完全なものが自分の手に入らないのは、僕が価値がないからだ急にちょっと今ドラマチックになりました僕に価値がないんだ、って思うようになって、他人との関係や感情に関心が移って、その自分は誰からも愛されていないっていう気持ちになる、で憂鬱になって全てが完璧にできないっていう思いにとらわれていって、もう人生には意味がないんだ、で四歩くそうですねスポットライトが当たりながら、ダメだ俺はダメだってなっていくと、でそうならないためにも、どんなことを心がけていけばいいのかっていうことがここに書いてありまして、こちら、タイプ1が成長するために心がけることとして書かれているのが、1、心の支えとなってくれる友人やセラピストを見つけなさい。その人たちの手を借りて、あなた自身や他人への批判を心から取り除きなさい。1、怒りを含め感情を感じたときに、それをすぐ表現できるような仲間を持ちなさい。またそうしたセミナーなどに参加しなさい。一旦全部読みますね、すいません。1、あなたは常にどちらを取るのが正しいのかという考えにとらわれている。このことを自覚して物事を違った角度から眺めてみなさい。1、あなたの心情と違うからといってそれが間違いや欠点ではないということを理解しなさい。1、誰かが規則を破った時に腹を立てるのは自分もやってみたいという願望の裏返しかもしれないと発想を転換してみなさい。1、あなたが黙り込んで自分をコントロールしている時は何に腹を立てているのかを探っている時間であるということを心に留めておきなさい。1、怒ったりイライラしたりする時何が自分を束縛しているのかを考えてみよう。また何か大きな問題を小さな問題にすり替えたりしてはいないかよく考えてみなさい。1、あなたの中の批判家の視線をじっくりと観察し捨て去る努力をしなさい。自分の実績や能力を思い起こすことに批判精神を使ってみなさい。1、あなたが犯した小さなミスを責めてはいけません。1、しなくてはいけないと思っている予定をあなたのスケジュールから外そう。そして本当は何がしたいのかじっくりと考える時間を持ちなさい。1、自然にやりたいと思うようになるまですべきことのリストに遊びや趣味を取り入れてみなさい。1、あなたがどういう印象を与えているか周りの人に聞いてみなさい。意外な返事が返ってきたらその印象が
あなたが押さえつけている感情とどのような関係があるか考えてみなさい。1、あなたが決めた規則や現実の行動と関係なく、一人の人間として自分に焦点を当ててみよう。自分は何が好きなのか、何がしたいのか、何が必要なのか、何を感じているのか、本当にこんなこと考えているのかを自問してみよう。1、あなたの作った規則を見直しなさい。正しいことが必ずしも望ましかったり適切だったりしないこともあると自分に言い聞かせなさい、という。我々、タイプ6と、タイプ9、ただまあ、私としては、融和タイプ、ちょっと空気を読んでしまうっていうところで重なっていて、体調は体調でその怒りを抑えている、本能センター、本能センターっていうところでタイプ1と共通項があって、今このタイプ1が成長のために心がけることとして挙げられたところで、何かそのはっていうのは、他のタイプなのでそんなにないですけど、なるほど、なんとなく聞いてて思ったのが、自分の感情をコントロールしろ的な、怒りをコントロールしろ、それは怒りが起こってる前触れだとか、なんかそういうことを言われてるような感じ、印象は受けました。なるほど、やっぱりこの怒りをずっと抑えている、怒りを抑えている。で、例えば、私の場合、友人に多分タイプ1であろうと思っている、幼稚園ぐらいからの友達がいるんですけど、やっぱり何か話をしていて意見が食い違うと、やっぱり彼は彼で俺が正しいっていう言い方をしてくるんですよね。で、私は私で反応してしまうんですよ。なんだその言い方はみたいな。そこに反応する感じですよね。一の人は多分合理で来るんですよね、理屈で攻めてくるみたいな。で、こっちは、いやその言い方はないだろうって、っていう、なんて言うんでしょう、そのよくエニアグラム、この本にも冒頭で書かれているのが、得てして私たちは自分にとって良いものは他人にとっても良いものだと思いがちであると、ただもちろんこのエニアグラム9タイプに分かれています、なんでその正しい、と思っていることがそれぞれタイプで違う、で、自分が合っているものは、多分これが合ってるって思ってるんですもんね。そう、これが正しいって思ってる。で、タイプ1の人は特に思ってるんじゃないかな、ルールの人なんで。そうですよね。そうで、理想なので、多分理屈的に正しかったりすることは多いと思うんですよね、なので、その正しければいいのが本当にいいのかみたいなことがなんかどっかであったじゃないですか。あなたは常にどちらを取るのが正しいのか、っていう考えにとらわれている、で、正しい、で、他にも何かあった気がするんですね。要はあなたの心情と違うからといって、それが間違いや欠点ではない、っていうこととか、あなたの作った規則を見直しなさい、正しいことが必ずしも望ましかったり、適切だったりしないこともある、そうそう、っていうことを言い聞かせなさいと。言い聞かせなさい、なんか理想があって、その理想にとっては正しいかもしれないけど、それがこう必ずしも最善ではないみたいなことはよくあるのかなっていう。まあ、たくさん人が、人がいて共同体ですもんね、で、多分その正しいと思ったらこれをやるべきだみたいなことを思うのが多分タイプ1なんで、で、それをもうそう思ったことを他の人もそうすべきだみたいなことを多分思ってるわけじゃないですか、だからその辺柔軟に考えましょうみたいなのが多分そのようなことですよね。そう、あとはその、怒りを含めて感情を感じたときにそれをすぐ表現できるような仲間を持ちなさいってあって、これやっぱりその友人とか、ここにカウンセラピストとか書いてありますね。要はぶつけてもいい人っていうことですよね。そうぶつけてなんか気持ちを抑えられるだと、セラピストだったり、このエニアグラムを知っている人同士なら、要は僕はタイプ1だよっていうのが分かっている、じゃあ僕タイプ6だけどちょっとぶつけてみてっていうのはできるかもしれないと思ってます。だからまあ、そうですね、ここでよく言うプロレスできる人を見つけましょうみたいな、要は、いや
ぱりどうしても怒って見える、うんま、周りから見ると、うん、ちょっと ピリついてるんですよね、空気は、うん、なのでこう抑えてるんですよね、怒りを抑えてる状態、良くないと思ってるから、良くないと思ってるからこう抑えてるのはこう他の人から見るとピリピリしてるみたいな感じだと思うんですね。やっぱりピリピリして見えるんですよ。怒ってはないけど、はい、ピリピリしてんなみたいな、はい、多分そんな空気に。でもまあそれを分かった上でぶつけられる相手を見つけるっていうのは、うんうん、まあガス抜きにはなるのかなと思います。あとはまあその、うん、誰かが規則を破った時に、うんうん、やっぱりイラッとするのは私もあります、うんうんうん、要はなんていうんだろう、うん、共同体というかその、うんうんうん、場を見ているので、うんうんうん、場を乱すなよって思うんですね、うんうんうん、なのでその気持ちはすごい分かって、うん、まあその時にそのそれってあなたもやりたいと思ってんじゃないの、うんうんうん、っていうのはああとは思いました、はい、よくあるのはこう遅刻とか、はい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 、怒るじゃないですか、はい、でもそれって本当はこう自分は我慢してこの時間までにちゃんと来てるんだっていう思いがあるからこう怒れる。でもいや、うん、それは、うん、お互い様じゃん、まあ、私もあんまりしない方なんですけど、うんうんうん、っていうだから本当のところでいくとあなたもそれ時間を守らなくてもいいんだったら守りたくないって思ってるってことですよねって、うん、好きで多分来てるんだったら怒りは湧いてこないと思うんです。ああはい、うん、そうですね、うん、だけど自分は頑張って早く起きて本当は眠いところ頑張って我慢してこの時間に来てるのにあいつは遅刻してくるって思うから多分怒りが湧いてくる、はい、ので本当はそうやって自分をもっと寝てたいとか思ってる。で、まあ、その先ほどの成長するために心がけることにも書いてあったその批判家の精神っていうのをもう一個メタなところから見てみてそれを手放す、捨て去る、うんうん、だから自分にもそういう気持ちがあるしみたいな、はいはい、だからもう、まあ、ピリピリ感をなくす感じですよねきっと。だとこのタイプ1の統合の方向がタイプ7、うん、7なので、まあ、いろんなルールに縛られずみたいなところじゃないですか。7、そうですね、自由に楽しそうなことを取り組む、まあ、そんなのもありましたね。自分の何でしたっけ、自然にやりたいと思うようになるまで、うん、すべきことのリストに遊びや趣味を取り入れてみようっていうのはありましたね。なんで、まあ、そういうところじゃないですかね。このルールじゃなくて、まあ、本当にやりたいことは何なのかとか、あでそれをもっと自由に考えていいよ、うん、っていうことですよね。その完全な社会を作るためにじゃなくて、うんうんうん、この枠に縛られて多分本当にやりたいこととかをすごい我慢してたりするんじゃないかなっていうのが多分1っぽい。そうですね、うん、ストイックって多分そういう意味じゃないですか。何かを我慢して、はいはいはい、何かのために何かをこう我慢するみたいな、それがいいみたいなことを思ってる、まあ、もちろん、うん、そこを持ちながら、うん、それが何て言うんだろう、本当に自分がやりたい楽しいことにそれが向かっていけば、うんうんうん、もう何でもできちゃうじゃんっていう感じがしますね、うんうん、というところで、はい、今回は、うん、タイプ1が成長するために心がけることを挙げさせていただきました、うん、で、まあ、僕たちこう6と9なんで、はい、そこは違うってあったらもう皆さん突っ込むよ、ね、1の人よりなんか、ああこの言葉良かったよって感じたものとかありましたら、うんうん、そのポイントとか教えていただければまたその紹介もしたいと思います、はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。